おっせえなってどうしたんだそれ。まだ使えそうだったから拾ってきた、ないよりはマシだろ。はあ大したもんだ、で警察によると言わんどもが向かってきているがどうするんだ。右翼と中央は戦車、敵弾兵どもは対戦車砲と共に左翼を防衛しろ。了解、降下傭兵どもを引き連れて戦車の援護に向かう。鉄鋼弾装填。ほいや。もう一回だ、装填急げ。ほいや。よくやった、引き続き鉄鋼弾装填。中止、目標距離200。ほいや。いい調子だ。私は救援部隊と連絡を取るから少し席を外す。目標を決定し随時射撃せよ。グッとまだ来なさそうだな。おい何があった？突破されているじゃないか。義務をしっかり果たせ、次はないぞ。11時、距離200、ほいや。次12時、距離250、仕留めろ。右側、距離同じ、こいつもやれ。これで5両目だ、この調子で頼むぞ。くっそ隣の4号がやられたか。私は残弾を回収してくる、そのまま応戦しろ。もう一問のパックがやられた。これが左翼最後のパック。ひるむな、応戦しろ。これが最後のパックだ。なんとしても敵戦車を食い止めろ。うわ何する。空襲だ、頭をひっくしろ。落ち着け、あれはルフトバッテだ。今更か、それで状況は。右翼に問題はない、だが左翼のパックが全て破壊され戦車に対して無防備になっている。ああそうか、さっき。中央の戦車を一両左翼に、そして備蓄の対戦車手榴弾を全て放出しろ、ここを突破されるわけにはいかない。了解、そのように伝えておく。すまんな。お前たちのことは上によく言っておくよ。ここを行って出られたら。グッといつになれば援軍が来るんだ。誰かスキエ飛行場の奴らと連絡を取れないのか。ダメだ、あっちも言わんどもが押し寄せているらしい。装甲士団がいるんだから戦車の一両でもよこしやがれ、攻撃出せろ。現状の戦力は、飛行場守備隊は半減、無事なのはあんたが連れてった敵弾兵と持って帰ってきた戦車と迫撃砲だけだ。そしてその戦車も今やられた、もはや我々に対戦車能力はない。旅客品でよくやってくれたよ、少なくともあれがなければ右翼はとっくの塔に突破されてた。そしてさらに悪いことに各部隊で弾薬が欠乏している、この調子だと10分以内に備蓄含めここにある弾は全て尽きる。他部隊に補給を要請してただろ、それでも足りないのか。それを積んでいたトラックはとっくの塔に吹き飛んだよ。くっそ、私もこれで最後か。救援は来ない？我々全員がロシアの土となる。ならば、一人でも多く道連れにするべきじゃないのかね。おい、どうするつもりだ。これより白兵戦を行う。弾薬が尽きた者は私についてこい。残弾がある者は後方より援護せよ。うわぁ、勝利の木が狂った。誰か手伝ってくれ。やめろ、止めるんじゃない。砲撃でこっぱみじんになるのは勘弁だ。だからといって戦車に突っ込んでいくバカがいるか。うるせえ、止めるんじゃねえ。援軍より通信。マンシュタインが。マンシュタインが来る。救援部隊は飛行場西方3キロ地点まで進出。一部はすでに先ほど少尉が送り出した部隊と合流したとのこと。
本当か、嘘なら真っ先にお前を処分してやる。将尉に処分されるまでもなく攻撃で仲良くバルハラ行きですよ。まあいい、それならば話は変わる。総員陣地を放棄し飛行場まで撤退せよ、友軍の到着まで持ちこたえろ。さあ早く、もたもたするな。重装備は放棄、一人でも多く後方に送れ。総員撤退完了。ただ東に加えたからもロシア人どもが入り込んできている。滑走路にまで戦車が進出している。分断されるのも時間の問題かと。どうしろと、滑走路を横切って撤退か。格好の的だぞ。言わんども追い返せ、すべてを守り通さなければならない。いいか、ここにあるすべてだ。戦車に量が突っ込んでくるぞ。自らパックの車線に入ってくるとは愚かな。殲滅しろ。二両とも撃破。路角を試みよ、一門の方でも無駄にはできない。友軍先鋒部隊が到着。やっとか、ってなんだあの戦車見たことないぞ。どうやら新型の重戦車とのこと。え、重戦車って 7.5 センチ砲の4号じゃないのか。新型はアハとアハとを積んでるそうですから、あれとは能力が段違いでしょう。そりゃ頼もしい、ただ先鋒がその重戦車と突撃砲の2両なのが気にかかるが。友軍が来たのはいいが状況は良くない。左翼の一部が突破され、滑走路にまで歩兵が進出してきている。ネーベルエルファを食らわせてやれ。さっきの仕返しだバーカ。一時的になんとかなったか。先鋒が来たということは本体も間もなく到着するということだ。それまでに持ちこたえられたら何でもいいだろう。しかし弾薬は不足したまま、敵戦車の数に対し我が方の対戦車兵器はあまりにも少ない。現に相も変わらず歩兵による肉薄攻撃が行われている。と言われてもどうしようもない、ないものはないんだから現状あるものでどうにかするしかない。いや、ロシア人か。ロシア人が撤退していきます。やっと終わったか。諸君、今までよく持ちこたえた。さあ最後の一踏ん張りだ。ここから撤退するぞ。